じゃあここから、えー、第一はハンドパスで最初ね、えっ、ー、とパスをボールはい出してスタート。ハンドパスで通過ね。でえっ、ー、とディフェンスはボール出たらスタート。でここからスタートね。でそのままはいライン通過するか、うんパスでもいいし。落ちてもいいよ落ちてもいいよはいそのまま行こう。オッケー。はいこうボール出しがスタート。はいゴー。 はいグッドそうそうそう、選ぶよ、オッケー、はい、ナイスプレイおー、そうだね、パスを匂わせて、そうだ、ドリブルだ、オッケー、はい、じゃあいくよ、はい、ボール動きました、はい、ゆっくりやってみるよ、はい、ストップ、ここでディフェンスの位置によっては、直樹のポジションの取り方だとかぶせられてる、同じラインに入っちゃうと、 出てくるボールも出てこなくなるね。これ足でやったりすると。そうするとボールホルダーは何をしなきゃいけなくなるそう、ドリブル一択になっちゃうよね。わかるじゃあいつボール味方に対してつけようか来来る前。あとは大好き。もう一つは自分の受ける場所をここじゃなくて、はいよ。来た段階でちょっと動いて中にするとか。で、かぶせられないポイントを作ってしっかり出してあげるで。そうすることで前向きでね、うまく効率よくやっていく。 でそうすることによってもう1つ生まれるのは、例えばディフェンスが来て、そう、スペースが生まれるわけだから、ここ出すふりして、相手が偏った瞬間にここのドリブル入っていけるよね。うん、そういったところも修正の1つかな。